まだ血が止まらない。刺さる瞬間まで全く姿が見えず、オーラでも感知できなかった。108ポイント。何をされてるか見当もつかないかな。ちなみに今は君の頭に直接話しかけてるぜ。どこかでこいつの発動条件を満たしたんだ。でなきゃありえない。刺さる瞬間まで見ることも感じることもできない攻撃なんて。さて、そろそろ少しはどんな攻撃か分かってきたか？答えは一つ。てめえの能力ダーツか。ちなみに左肩は54ポイントだ。このダーツの的はさ、お前の体の各部位とそれぞれリンクしていてさ。へいへい、どうした？悲鳴が聞こえないぜ。もう死んじまったかい？ゲームはこれからだぜ。オロソ兄弟の能力は、妹が念で作ったバッジをターゲットの体に付着することで発動する。この時点でターゲットの体は兄が念で作ったダーツゲームとリンクする。この攻撃を回避する方法はない。なぜならばダーツはターゲットの体に触れるまでは全く存在しないからである。その代わりにゲームを決めるための最後の一投を兄がミスしてしまった場合、それまでターゲットに与えてきたダメージが全て兄弟に跳ね返る。さーて、終わりが近づいてきたぞ。いつ死ぬか、いつとどめが来るのかってビビりながら死んでもらうさ。予想以上に血流しすぎてる。死ぬかもしれないんじゃ、出し惜しみしてもしょうがないな。逃げ込むな。さあ、最後の一投だ。俺も行くよ。死体の肉を小判への褒美にやらなきゃな。完璧に死体のど真ん中貫かれてるわ。やったわ。これで私たちも師団長補佐よ。イエーイ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 。な、吸盤だよ、タコの。だ、そんな、どうやってそんな小細工を。刺さってから掴んだんだよ。ダツが俺に刺さって実体化した瞬間にな。待て待て、その前のダツを掴むなんて超高速的な反射神経人間にあるわけねえだろ。ゲームを決める最後の一投は的の一番外枠に入れなければならない。ダブルアウトルール。そしてゲームの種類は01の501。俺はゲーム名なんて言ってねえぞ。これがダーツを使った能力って分かった瞬間に確信したさ。あとは単純な計算と我慢。40ポイント、つまり額のところであらかじめ掴む構えを取ってた。それだけさ。オーラがダーツを感知した瞬間、直接左手の神経に掴めという電気信号を送るように念で操作しておいたのだ。え、おいおい、マジかよ。うわ、これ全部俺の血かよ。俺ここで死ぬのか。タコ。タコって言うな。バカかよ、せっかく
助けてやったのに、これでおめえまでお尋ねもんだ。こんなタコな俺のことかっこいいって言ってくれたやつを、友達になれるって言ってくれたやつを見殺しなんかできるか！Right now, so I'm just gonna take it all out on you. He's gone. Godspeed. With no time whatsoever to roar or transform, Killua easily incapacitated Yuppie. Such was the disparity in initiative. Killua's Godspeed electrified his entire body, allowing him to reach speeds so high that they transcended even the broadest limits of his physical potential. As it turned out, Killua had divided this power into two core functions. It was a pre-programmed response to what was clearly malevolent intent in his enemy's aura. A reflex that actually served to bypass the comparatively slow human brain. It proved more than sufficient in surpassing the enemy's physical speed. Whirlwind! Unreal! Gone. You're probably eager to try out your big ultimate move. But hold off. Not in front of all these people. Here, I'll handle it. What's this? Are you gonna team up on me? Let me borrow this. Huh? You wouldn't! Well, guess I win. You brat! You're dead!